皆さんこんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルはロレックス歴16年以上のロレックスファンが長年のロレックス経験をもとにヴィンテージから現行までを幅広く語るチャンネルです。今回は今後のロレックス相場について考察してまいりたいと思います。1月のロレックス相場は爆上げでしたけれども、2月は一転して下げ相場に突入しまして、3月も下がり、4月は若干停滞気味という感じです。1月まで爆上げを続けてきたロレックス相場ですが、ここに来てブレーキがかかっておりまして、今後上がるのか下がるのか気になっている方も多いと思います。そこで長年の相場師でもあるロレックスファンが今後のロレックス相場を予想してまいります。では早速行ってみましょう。まずなぜロレックス相場が下がっているかについて考察したいと思います。その理由は大半の皆さんがそう思っていると思いますが、原因はおそらくウクライナの政情不安とそれに伴う株価の下落ですね。私もう2年前から動画で言っておりますけれども、ロレックス相場、特に現行デイトナ相場というのは株価と連動します。これは過去のデータを見ても明らかでして、例えば先代のデイトナ116520の相場と株価のグラフを重ね合わせたものがこちらになります。これを見れば連動しているのは明らかですよね。赤が116520の新品平行相場。青が日経平均株価になりますが、綺麗に連動しておりますね。そして現行デイトナも概ね連動しております。今から2年前の2020年4月のコロナショックで株価が大暴落した時に現行デイトナも暴落したのは記憶に新しいと思います。じゃあなぜ連動するかという理由なんですが、それはロレックスを投資対象として購入している人がいるからなんですね。ロレックスを投資対象として購入する人は昔から一定数いましたけれども、最近はその数が激増していると聞きます。そうなると今後ますます株価と連動するのではないかと思っています。じゃあなぜ投資対象として購入している人が増えると株価と連動するかという点なんですけれども、投資対象としてロレックスを購入している人って、株や仮想通貨にも投資している人が多いんですね。そうするとですね、株価が下がると損する人が出てきて、ロレックスを売って損を穴埋めするという人が出てくるわけなんですね。つまり株価が下がるとロレックスを売る人が増えるので、ロレックスも下がるというのが理由です。この株価と連動するという私の説に対して、去年の12月くらいでしたかね。日経平均株価が下がり出した時に、ロレックスってまだまだイケイケで上がり続けてたじゃないですか。その時に、ロレックス相場が株価と連動するって言ってるやついるけど、連動してないよねって言ってた人がいました。まあ、それを聞いてやっぱり情報発信するって難しいなと思いましたね。どんな人にもわかりやすく伝える必要があると思いました。ここで言っておきますと、私はロレックス相場と株価は連動するとは言いましたけれども、リアルタイムにすぐ連動するとは言ってないですからね。例えば日経平均株価が爆下げした次の日にロレックス相場も爆下げするかと言ったらしません。連動すると言ってもすぐに連動するわけではなくて、1ヶ月から2ヶ月程度は遅れて連動してきます。また細かな上げ下げが逐一連動するわけではなくて、大きなトレンドとして連動するということをご注意いただきたいと思います。で、なんで2ヶ月程度遅れるかというと、株価がまず下がって損する人が増えてきて、耐えられなくなってロレックスを売るという行動になるから遅れて連動するのだと思います。逆に株価が上昇トレンドになると、株で儲かった人が増えてきて、ロレックスでも買うかという人が増えてくるので、上昇の時も遅れて連動するということになります。で、これを踏まえてですけれども、12月あたりから日経平均やダウ平均が爆下げし始めましたが、ロレックスはまだまだ絶好調でした。しかしロレックス相場は2月あたりから下がり始めましたよね。つまり2ヶ月程度遅れて連動し始めてるんですよね。そうなると現在の株価の大きなトレンドを見れば、2ヶ月後のロレックス相場がわかるというわけなんです。で、今の日経平均を見てみますと、少し前までかなり下がってたんですが、ここ最近は急激に戻してきてるんですよね。さらにダウ平均も見てください。
急激に上昇トレンドに戻りつつあります。そうなるとですね、大きなトレンドとして上昇相場に戻りつつあるので、今後のロレックス相場も上昇トレンドに戻るだろうと予想しております。実際に最近のロレックス相場を見てみますと、若干ですが上がり始めてますよね。つい最近まで大きく値下がりしていた現行のサブマリーナーなんかは下げ止まってきていて、少しずつですが上昇してきております。また現行デイトナも下げ止まってきているような印象です。この株価のトレンドからすると今後は徐々に上がってくるのではないかと見ております。もうちょっと下がれば買いたいモデルもあったんですが、現在の株価の回復具合を見ますと残念ながらこれ以上は下がらないような気がします。もう一つの根拠は最近円安傾向が続いているということです。こちらが最近の円相場のチャートですが、ここのところ急激に円安に触れています。円安傾向であるということもロレックス相場を下支えするのではないかと見ています。こう言うとですね、株価と同じように必ずこういう方が出てまいります。円安だとロレックス相場が上がるって言ってたから、平行点に聞いてみたけどそんなことないですよって言われた。これも株価で言ったことと同じで、もちろんロレックス相場と円相場ってリアルタイムにすぐに連動するわけじゃありません。円が安くなったからといってすぐにロレックス相場が上がるかといったらそんなことはないです。あくまで大きなトレンドとして緩やかに連動するわけなんですが、円相場の方は株価ほどは連動しないです。円安であればロレックス相場が大きく下がる可能性は低い。そのくらいの緩やかなトレンドとしての連動ですかね。で、今はかなり円安傾向ですから、少なくともロレックス相場が下がる要因にはならないと思います。最後にもう一つ挙げておきますと、最近ビットコインが上昇傾向に転じております。2月頃から上昇トレンドに転じました。そうすると2ヶ月くらい遅れて4月頃からロレックス相場が上昇トレンドに転じるのではないかと考えられます。仮想通貨はボラティリティが大きくてロレックス相場とあまり連動しないんですけれども、ビットコインが上昇傾向というのは少なくともロレックス相場が下がる要因にはならないと思います。以上、今後のロレックス相場についての考察をお伝えいたしました。現在ロレックス相場は若干停滞中ですが、日経平均、ダウ平均、ビットコインがいずれも上昇トレンドに転じておりまして、さらに円相場も円安傾向になっていることから、今後下がる材料は見当たらないというのが私の見立てです。もちろん今後の株価が下落トレンドになった場合は、ロレックス相場もそれに遅れて緩やかに連動していくと思いますが、今の上昇トレンドが崩れない限り下がる材料はないでしょう。今後急激には上がらないと思いますが、4月で下げ止まっておそらくじわじわと上がっていくのではないかと思っております。ロレックス相場が下がらない以上、正規店での購入も難しい状況が続くと思います。このままロレックス相場が下がって買いやすくなるのではないかと考えていた方にとっては残念かもしれません。あくまで私の予想ですので、信じるか信じないかはあなた次第です。ちなみに今回お伝えした株価との連動はあくまで現行モデルに限った話になります。ディスコモデルについては全く当てはまりません。例えばヴィンテージロレックスとかは株価と全く連動しませんので、相場に振り回されることなく時計を楽しみたい方はヴィンテージロレックスはおすすめしたいです。また現行モデルの中でもデイトナが一番連動しやすくて、それ以外のモデルはあまり連動しないモデルもありますのでご注意ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。